アブルガーズイの肖像がアブルガーズイは、ヒバハン国の15代目の君主である。12代目の、ハン・アラブ・ムハンマドの子にあたる。幼少期を、首都のクフナ・ウルゲンチの宮廷で過ごした。成長後、カースや旧ウルゲンチの知事を務めた。1621年に、父のアラブ・ムハンマドが殺害された後、 兄のイスファンディアールと共に反乱を鎮圧するが、やがて兄と不仲になり、国外に脱した。ジャン・アサブ・ハラハン国の支配下にあったサマルカンドに逃れ、1626年にカザフハン国の支配下にあったタシケントに移り、同地で2年を過ごした。1629年により、イランのサファビー朝に送られ、エスファハーに約10年滞在した。イランから脱出した後に、 オイラとの宮廷を訪れ、この地で、アブルガーズイーは、モンゴルの伝承を学んだ。1643年、イスファンディアールが没した後に藩に擁立される。1645年にアブルガーズイーは、トルクメン人を虐殺し、ウズベク出身の軍事貴族を登用して、国内を安定させる。同年、ヒバの南に、現在のウルゲン地を建設した。 ロシア帝国などの近隣の国家と通行し、その一方でトルクメンやジュンガルなどの遊牧勢力を攻撃した。1655年からは7度にわたって、ブハラのジャーン・アサに遠征する。1663年に、息子のアヌーシャに上位し、同年に没した。アブルガーズイーの破壊師は、ヒバのイチャンカラ内のパフラワーン・マフムード病に置かれている。アブルガーズイーは、 即位前の国外の遍歴の中で歴史を学び、イスファハーンで過ごした10年の間に、高度の教養を得た。アラビア語、ペルシア語も回する人物であり、チャガタイ語で書いた辞書をペルシア語に翻訳しようと、試みた。1659年にアブルガーズイーは、オグズのーメ、シューシュなどの師匠をもとに、チャガタイ語による歴史書、トルクメンの系譜を表した。 司書と自身の記憶をもとにした著作である、自身の祖先である女チの一族について記した、トゥルクの系譜を書き上げる前にアブルガーズイーは没したが、1665年に、息子、アヌーシャによって、トゥルクの系譜は完成した。いずれの本も、アブルガーズイーの意向によって平易な言葉で記述されている。彼が表した2冊の司書は、ウズベク氏の研究において、重要な資料とされており、 ヨーロッパでは18世紀から参照されていた。ありがとうございます。